時代3番、ある日の正午の時報に時計を合わせました。その日の午後3時には、ね、この時計は午後2時54分を指していました。その日の午後7時にはこの時計は何時何分を指していますか。ある日の12時に、ね、時計を合わせたんだよね。じゃあその日の3時、12時に合わせた、合わせた。じゃあ3時、15時には、15時には14時54分を指した、ね、じゃあこの時もう19時の時は何時何分を指してますか。どうなんだよね。まあ、この問題で、ね、要はこれ3時間で6分遅れたんだよ。3時間。じゃあね、7時間だったら何分遅れるだろうってことだよね。じゃあ3時間で6分遅れたと、遅れたってことは1時間あたり6割る3で2分遅れる。1時間あたり2分遅れる、ね、じゃあ7時間だったら 7×2 で14分遅れるってことになるよね。じゃあその時何時何分指してるか。19時より14分遅れてるので18時46分となります。いいかな。まあそれは難しくないよね。